ウェナビスタアートチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。美術大好きミュージシャンのタカです。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではですね、美術にあまり魅力を感じないというそんな方とかですね、にですね、美術の魅力をですねたっぷりお伝えするようなそんなねチャンネルになっております。よかったらですねぜひチェックしていただきたいと思うんですけども、でですね、今日の動画のテーマですけども恒例になっております。私タカが選びます2024年のですね注目の美術展トップ5をですねまた紹介していきたいと思います。はい、では早速ね行ってみたいと思います。今年もねすげー美術展がたくさんありますので、皆さんにねまずざっとね今年はどんな美術展があるのかをね、見ていただければと思うんですが、まずですね、5位からいきたいと思います。第5位はですね、東京都美術館で1月の27日から4月の7日まで開催されます、印象派モネからアメリカへです。実はですね、今年というか去年から始まってるんですけども、本当にねモネ祭りというかモネ関連の、ね、美術展が、たくさんありますので、その中からねまず5位はこの印象派モネからアメリカへですね、この展覧会になるんですけども、これはですね印象派って実はですねアメリカで爆売れしてブレイクしたっていうのがありまして、まあ、アメリカのね、ウスター美術館っていうねウスター美術館で初めて聞いたんですけど、なんかねソースじゃないですか、はい、ウスター美術館っていうところからですね、モネの作品が、モネだけじゃないですね、これルノワールとか、も来てます。初来日作品が結構来るということで、そしてですね、まあ、注目すべきは、まあ、モネとかルノワールももちろんねすごいんですけども、それに影響を受けたアメリカの印象派、アメリカの印象派ってね僕もあんまりちょっとねイメージでパッと出てこないんですけども、そこまで多分メジャーじゃないと思いますので、この機会にアメリカも印象派実は熱かったんだなっていうのをね、知る機会になればと思っております。では続きまして第4位、発表させていただきます。国立新美術館で2月14日から5月27日まで開催されております、マティス自由なフォルムですね。これも注目です。まあ2023年ねマティス展、このねチャンネルでもかなり見ていただいているね大反響あったね、2023年のね美術展の中でもマティス展って特に盛り上がったんじゃないかなと思うんですけども、まあその2023年のマティス展と合わせてですね、もう完結編みたいな感じでマティスを知り尽くしていただきたいっていうようなそんなね、内容になっていて、まあこれはねニース市のマティス美術館から、作品がね、ずらり勢ぞろしているということで、主にですね、まあ前回のねマティス展の動画で紹介したジャズとかみたいなんですね、キリエの作品が中心となっていて、大作のね花と果実っていうね大きい作品があるんですけども、これも初来日ということで大注目です。はい、それではトップ3の発表したいと思います。まず第3位は、現在ね上野の森美術館で開催中、そしてですね、2月からは大阪の中之島美術館で、開催がされます、モネ連作の条件ですね。これは昨年から開催されているんですが、ちょっとね今年は外せない、これ1位でも良かったんですけども去年から始まっちゃってるんでですね、ちょっとねということもあってこれサインをさせていただいたんですけども、僕も行ってきて、多分これが出てる頃には公開されているんじゃないかな、レポート動画、はい、そちらでですね内容についてはぜひチェックをしていただきたいんですけども、なんといっても 100% モネの作品、70点ほどね、もうモネの作品を堪能できる、
それもね結構メインどころが来てるので、これはね絶対今年の美術展で必見という、ものになっていて、まだ行ってない人もしいたらですね急いでください。ぜひこれはね必ず行っていただきたい美術展になっております。2位のですね発表させていただきたいと思います。第2位はですね東京都美術館で4月27日から開催されますで、キリコ展です。で、キリコは僕もですねそこまで詳しくないんですけども、10年ぶりのね回顧展ということで、この人はねダリとか、マグリットとかねそういったシュルレアリズムのね、画家たちにすごく影響を与えていて、シュルレアリズムの走りと言われております。形而上絵画というのを、ね、提唱した人ですね。作品を見るとねすごいわかるんですけども非常にミステリアスな、作品を描く人です。幻想的ですごく不思議なね作品を描くので、インパクトはねすごい大きいですね。僕もやっぱりポスター見た瞬間にこれは行きたいなと思いました。ポスター見た瞬間気になる人続出すると思いますのでぜひこれ注目していただきたいと思います。はい、では2024年タカが選びます注目の美術展第1位を発表したいと思います。国立西洋美術館で10月5日から開催されます。こちらです。モネ睡蓮の時ですね。またしてもモネというか、今回のトップ5の中で、モネ関連が実にね、3つ入ってるというね、前代未聞な感じなんですけども、こちらはですね上野の森美術展の美術館の、連作の情景とね合わせてぜひ、ねチェックしていただきたいんですけども、この美術展は、睡蓮連作の中でも睡蓮に焦点を当てた内容となっております。パリにありますマルモッタン・モネ美術館ですね。そちらから約50点が来日ということで、そして国内のね、作品も交えて、これまたねボリューミーなモネ展になるんじゃないかなと思います。これモネ連作の情景も、100% モネだったんですけど、今回この睡蓮の時も100% っていうことはありえますね、この感じ。はい。ということなんでですね、今年はね、まさにモネばかりというか、モネ尽くしな、美術展なんですけども、ですのでですね、モネをというね、画家の作品をね、見るには、まさにぴったりな、一部になるんじゃないかなと思います。ぜひこちらもチェックしていただきたいと思います。ということでですね、2024年の注目の美術展、トップ5を発表させていただきました。そしてですね、もう一つちょっと僕からね、紹介したいものがありまして、このチャンネルでも紹介させていただきました、土田康彦さんですね、ベネチアのガラス作家。その土田さんのね、個展が、3月28日からですね、4月の、9日ですね、大河堂っていうね、京都、ね、素晴らしいギャラリーで開催されます。こちらもね僕も行きますので、ぜひ注目していただきたいなと思います。はい、ということでですね2024年もベナビスタアートチャンネルとともにですね、情報をね皆さんもチェックしていただければと思うんですけども、そんなね、美術展のお供としてこちら今年もねぜひこちらをゲットしてください。日経大人のオフ、2024年の美術展はねこちらでもうほぼね、チェックできるという内容になっています。この付録のね美術展ハンドブックもこれもねすごい大活躍しますので、ぜひね、今年の美術展巡りのお供にしてはいかがでしょうか。ということで、別にねこの回し物ではないんですけど、ということで、今年もたくさんね美術を一緒に楽しんでいきましょうということで、タカでした。